はい、こんにちは。カサカサフィッシング佐藤です。今日もよろしくお願いいたします。今日はですね、これ部屋からなんですけども、ちょっとお蔵入り動画を紹介したいと思います。で、どんなお蔵入り動画かというと、まあね、タイトルにもあるんですけども、琵琶湖ナマズにちょろっと出会ったということで琵琶湖ナマズ紹介したいと思います。で、ちょっとおーマジかよって思うかもしれないんですけどもね、ぶっちゃけ、ちょろっとですで、実はこれ撮ったのは、あの岩戸湖のね、岩戸湖祭りシリーズの時に、まあ、1時間ぐらいのね、潜水で30何回岩戸湖ナマズに遭遇しましたよと、話した時のね、3本の動画があるんですけども、あの時の回の、本当にね、これもう仕組んでるわけじゃないんですけども、一番最後の最後にね、ふらふらね、もう体力がなくなってきて、泳いでたらいきなりね、目の前に現れたんですね。で、僕もね、想像してなかった位置に、オナマズが現れたんで、もうね、止まるに止まれないし、動くに動けなくて、ナマズがね、ちょっと驚いて、ビャーって行っちゃうんで、本当に一瞬なんですけども、まあ、相当近くにね、いきなり現れました。で、それをね、ちょっと見てもらいたいと思います。もう本当一瞬なんでね、申し訳ないですが、ただ、まあ短いんで、ちょっとね、前の方から、やるんで、いきなり現れると思います。で、前回の、岩戸湖祭りの続きからね、ご覧ください。それではどうぞ。はい、というわけでこんな感じで前回のね、岩戸湖祭りの時の映像なんですけども、こうやって順番に見ていくと、今ブラックバスがね、いましたね。で、ちょっとカメラね、安定してないんですけども、もうこれ終わりなんでね、あまりね、集中してない時ですね。ニゴイが今いて、で、岩戸湖はね、これ多分動画でね、紹介した時の映像だと思います。まあ割と落ち着いた答えですね。それでもう終わりにしようかなと思って、あ、この奥にちょっと弁天っぽいのいましたね。ただね、ちょっと今、ライトをね、調整してる間にどっか行っちゃうんですけどね。でも終わりにしようかなと思って最後ね、こっからちょっとフラフラね、別になんてことなく、プカプカ浮きながらね、泳いでるんですけども、そこでこれですね、大ナマズが現れたんですね。でもすぐね、反応しちゃって、ビャーって行っちゃうんですけども、そんな感じでいました。で、この後もね、またさらに進むと、また岩戸湖がいてと、この辺多分動画ね、映してないんじゃないかなと思うんですけど、いましたね。で、また行っちゃってと。で、またここでね、もう一個体ね、新たな岩戸湖が、泳いでます。で、まあ、こう最後なんでね、ちょっと追っかけようかな、みたいな感じで追っかけて、終わったっていう感じですね。で、これがね、さっきのオナマズのシーンなんですけども、もう絶対オナマズですよね。もう一回、紹介します。こんな感じですね。で、これをちょっとね、スローで、ゆっくりね、ほんと一瞬なんでね、スローで見てもらいたいんですが、こんな感じでね。結構大きくて、1メートルぐらいの個体じゃないかなと思います。で、せっかくこの1枚というかね、1回の数秒間の、オナマズなんですけども、まあ、この数秒からね、せっかくなんでちょっとね、オナマズまだ、あんまり詳しくね、紹介できてないんで、まあ、初めてね、見る方も含めて、ちょっと本当に基礎的なことを紹介したいと思います。で、まずここですね。
これ見てもらうと、まあ、オナマズはね、他のナマズ、それから岩床ナマズ、それから谷川ナマズ、まあ、日本4種類、ナマズいるんですけども、その4種類の中では一番ね、こう、金属光沢みたいな感じでね、ちょっとね、金属っぽい光を放つね、魚体をしてるんですね。なので、まあ、どちらかというと、僕のイメージでね、うまく表現できてるかわかんないけど、銀色で、銀ギラ銀で、ちょっとね、青光りするみたいな感じかな。そんな、色をしたのが、琵琶湖ナマズなんですね。そして、さらに進むと、こちら。ちょっとね、これ映像には映ってないんですけども、実は琵琶湖ナマズのね、尻尾、尾びれなんですけども、まあ、尾びれってこう、葉っぱみたい、葉っぱというか、ハート型みたいにしますよね。で、あれ、上側が上葉といって、下が下葉というんですけども、その上葉がね、の方が割と長いことで、まあ、オナマズっていうね、他の種類と見分けるポイントになっているっていうのね、よく書かれているんですが、まあ、そんなようなね、ナマズです。はい、そして次こちらなんですが、はい、これですね。でこれもね、特別特徴があるわけでは映ってないんですけども、まあ、ナマズといえば、口ひげがありますよね。で、上顎に1対1セットですね。で2本こう左右に生えていて、で、今度下顎にも1対、2本生えてるんですね。なので、まあ、4本なんで、2対のひげがね、よく見られると思います。それではこの日本産のね、ナマズの仲間たちは、実はね、生まれた時から小さい時、にはね、もう一対、あるんで、三対なんで、六本ね、口ひげがあるんですね。で、これがあるんですが、まあ、成長とともに、一対がね、こう、消えていって、ね、大人になる頃には、四本の、二対の口ひげしかないんですね。で、まあ、その辺も、まあ、全員ね、全種類共通しているんですけども、まあ、そういった特徴を持ってます。それから、あとね、ただ今これ言ったのは、実はね、これ、この同じナマズ類、シルルス属なんですけども、グラニスというね、種類がね、実はヨーロッパの方にね、いるんですね。で、まあ、ヨーロッパナマズとかね、ヨーロッパオオナマズってよく言われてる種類で、たまに日本にもね、観賞魚で入ってきて、誰かが放流してね、こう、フィールドで見つかるなんてことがね、あるんですね。で、まあ、琵琶湖でも見つかったことがあります。一時期ね、僕がいる頃も飼育してたことがあるんですけども、まあ、そんな、もうそっくりさんなんですね。ただ、ものすごいでかくなってね、まあ、皆さん知ってるナマズだとは思うんですけども、そんなナマズがいます。で、その、グラニスの、グラニスというね、呼ばれている、ヨーロッパナマズに関しては、大きくなっても口ひげがね、6本ある、ずっとあるんで、まあ、これ大人でね、大きなのを捕まえた時に、口ひげがね、しっかり確認すると、日本産のナマズか、それともヨーロッパのナマズかってね、見分けることができるみたいですね。はい。あともう一つ、そのヨーロッパナマズ、の他にね、結構有名では、最近有名になってきてるとは思うんですけども、中国の方ですね、日本ではなく、島ではなく、大陸の方ですね、にも、同じようなね、シルルス族、同じ族なんですけども、まあ、そっくりさんのナマズがいてね、で、日本名だと南方大口ナマズとかね、なんかそんな名前で、時々ね、以前は観賞魚としても、入ってる時期がありました。で、実は琵琶湖博物館にね、勤めてた頃も、僕がいる頃も、一度ね、これを飼育したことがあります。でも、ぶっちゃけね、もう、そっくりですね。なので、まあ、意外とね、ナマズといってもね、いろんな種類がいるんですね。なので、まあ、そういった、魚。で、南方オキシナマズはシルル属で、メリディオナリスかな。なんか、そんな名前で確かいて。で、これですね。いつも紹介しているこの琵琶湖ナマズの秘密を探るっていうね、このマヤさんの書かれた本にも、ちょこっとね、載ってるんですけども、まあ、そういった魚も、います。そして、あと、まあ、これまでのチャンネルでも言ってきてる、もう何度も言ってきてるんですが、まあ、この琵琶湖ナマズのね、僕の最大の特徴でね、いつもね、印象強く感じてるのが、頭の形ですね。で、これナマズは割と、頭が短くて、上から見ると丸いんですね。で、岩床がやや少しシュッとしてるんですけども、まあ、岩床は、あとは、目のね、
ついてる位置なんかもね、違うんですが、この琵琶湖ナマズが、最もね、顔がね、頭が長いというかね、四角いというか長い、四角長いみたいな感じのね、頭をしてるんで、まあ、そのあたりがね、他のナマズとは、まあ、明らかにね、僕は違うなっていうね、顔つきをいつもね、確認しながら、眺めているんですが、まあ、その辺もね、大きな特徴かなと思います。それからもう一つ、まあ、せっかくなんで、まあ、この個体に関してね、ちょっとね、分析したいなと、この、ね、数秒間の映像だけなんですけども、見ていくと、これね、お腹がね、きっちりね、膨らんでね、かなりパンパンになってますよね。で、これ、胸びれのね、もうそんなに太くないんで、オスではなく、メス個体だということがね、わかります。で、さらには産卵期を、間近にした個体ということですね。が分かってきます。で、大きさ的にはね、オスの方が琵琶湖ナマズは、小さいんですね。で、メスの方が、基本的に大きくなる、種類なんですけども、まあ、これはね、確実に、まあ、1メートルちょいいくかいかないかってぐらいなんで、しかもこのお腹の張り具合と胸びれのね、前にある棘ですね、この太さからするとメスだろうということが推測できます。あ、それからあともう一つね、ここ見てもらうとね、まあ、もう一つオオナマズの、特徴なんですけども、このお腹ですね、この卵が入ってそうなね、このぷよぷよした部分ですね、ここを見てもらうと、他のね、ナマズ、岩床ナマズ、谷川ナマズに比べて全然色が違って、ほぼ真っ白です。なので、まあ、お腹が白いね、ナマズって、まあ、そうそういないんですけども、こうやって大ナマズかなと思った時に、さっき言ったような、体の光具合、色とお腹のが白いのかどうか。で、尾びれのね、上葉と下葉の長さを見てみて。それから最後ね、まあ、これまでも何度も紹介してきたんですが、口の中にね、上顎後方死体って言ってね、この、口のこの中の上にね、ザラザラしたね、部分があるんですね。細かい歯なんですけども、その歯の形が、ナマズ、岩床ナマズ、谷川ナマズ、琵琶湖ナマズ、みんな違うんですね。まあみんな違うっていうか、まあ二つに大きく分かれるそうなんですけども、それが、繋がっているのが、大ナマズと、なんだっけ、ナマズ。そして、左右にこうポンポンとね、こう分かれてハの字型になっているのが、谷川ナマズと岩床ナマズということで、まあそれぐらいのね、特徴をね、なんとなく覚えておくと、まあいつどこでね、どのタイミングで、ナマズを見ても、あ、これはこれやろと分かるんじゃないかなと思います。それからもう一つ、結構ね、重要なポイントになってくる、まあ、僕的にはね、フィールドが好きでね、僕にとってはとても重要なポイントなんですけども、まあ、これまで岩床ナマズのね、泳ぐ姿結構見てきてもらったんですけども、よーく振り返って思い起こすと、ほぼみんなね、底付近を一生懸命泳いだりね、逃げる時もそんなにね、浮くことなく、まあ浮いてた時も確かにあるんですけども、基本的に、そこを這うようにして泳ぐのが岩床ナマズなんですね。で、それに対してこれ出会った時から逃げる時まで、多分ね、そこに一度もナマズついてないんですね。で、そういったことからちょっとイメージしてもらうと、夜間ね、こう泳ぐ時、大ナマズは、基本的に、そこではなく中層とかね、この、あえてそこをね、お腹を這わせて泳ぐ遊泳方法はあまり取ってない魚なのかなというのがね、わかりますね。なので、いきなりね、僕は下ばっかり見て泳いでたんで、ふわっと気づいたらもう自分よりもちょっと上ぐらいにね、ナマズいたみたいな感じでね、もうあそこまで来るとね、こっちがもう身動き取れないんで、もう時間の問題でね、魚に、慌ててね、逃げてしまうんで、ね、まあ難しいタイミングで出会ってしまったんですけども、もうちょっとね、離れてたらね、もっとね、長い時間映せたなっていう自信はあるんですけども、ね、まあこういった形でね、こう中層を泳いでる状態だったんですね。まあなのでまあそういったことからもね、こうルアーなんかね、引いてると、意外とその層をね、うまく通ると、魚が食ってくるタイミングはね、掴めるパターンで、
釣れたりもするんかなというところですね。はい。ということで、まあ、その遊泳走ね、バンドね、活動時間帯の遊泳走っていうのもちょっとね、変わってくるのかなというところですね。それからもう一つ、最後に、今回ここで琵琶湖生で出会ったんですが、実はこれ他にももっと俺やろうと思ってね、上がるちょい前にね、もうちょっとね、延長してね、泳いでみたんですね。だけど、あんだけね、30匹、40匹、琵琶湖生で出会ってる最中にも、個体も一回も出会ってないですし、その他の日も、前後の日もね、いろいろ泳いだりはしてるんですけども、実は出会ってないんですね。なのにこの1匹だけここでこのタイミングでこの時に出会ったっていうのはね、結構ね、まあこの個体がねちょっと特別だったかなっていうところもあるんですね。なのでまあこんだけね岸から近い、ラインでね、オナマズに晩、この時期出会えたのはまたおそらくね産卵のねこいつはスイッチが入っちゃって、ここまで来たけど、何かおかしいなと。仲間もいないしっていうことで、結局多分ねペア作れずに、この日はねこれ産卵せずに、終わっちゃったんじゃないかなっていうふうに僕勝手にね想像してるんですけども、それでもこの個体に関してはもう卵がね、いつでも埋める状態で多分来てしまった個体なんじゃないかなってことでね、たまにこうやってね、全体と違ってね、生息線がこう成熟してスイッチ入っちゃうっていうね、個体もいるんだなっていうのをね実感しました。まあ基本的にこのオナマズの産卵はいろんなね、条件が揃った時にオナマズがねそれに気づいて、一斉にこう動き出すスイッチが入るみたいなんですが、ね、こうやって同じ種類だけどやっぱりね、それぞれ個体差っていうのがあるのかなっていうのをね、この1匹ここに1匹だけいたということから、なんか想像できるなっていうことで、まあいろんなねこれ以外にもいくつかあるんですけども、まあ、本当に細かいところをねこのわずか数秒だけど、その時の環境条件、魚の状態、いろんなことを見ていくと、そこからいろんなことがね、分かってくるんじゃないかなと思います。はい、ということで、本当にねこれの、わずか3秒ぐらいかなの映像なんですが、僕の中ではね、まあ、今年きっちりね魚にこの魚に出会った瞬間でもあるんで、まあ、残念ながらね、第3弾にはねなかなか条件が、合わずに、おそらくね第3弾はなかったのかなと思います。ただじゃあね、今年オノマズはね、子供産まなかったのかということで、別にそういうわけではなく、例えば数ペアのね、小規模産卵っていうのはね、それはいろんな場所で、実際に起こってたと思います。なので、まあそういった個体に近い状態でね、今回現れた個体もそういったもの、条件で、岸の方へね、来た個体だったんじゃないかなということなんですね。なので、まあいつかね、まあ、また、機会が来た時に、この琵琶湖生でもね、産卵も、お伝えしたいなと思うので、また楽しみにしててください。まあ、一気にね、たくさんいいとこばっかね、映しちゃうとね、それでもういいネタがなくなっちゃうんで、まあ、一年一年ね、ゆっくりゆっくりね、魚を見ながら、いろんなことをね、皆さんと、分かち合いながら、もっともっとね、魚のこと、自然のこと、琵琶湖のこと、いろんなね、ガサガサを通じて、なんかみんなで学んでいけたらいいなと思うので、どうぞこれからもよろしくお願いいたします。ということで今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。これからもどうぞよろしくお願いいたします。それではまた来年は見たいね見たかった。何回通ったかね。ただね、まあ、天候のね、条件もあるんで難しいですけどね、また会いたいです。